こんにちは、ブルーホースです。ということで、本日もやってまいりましょう。バイオエスバイブ。兄弟に報復 Z をトークをお聞かせいただきましょう。え、なんで、俺が喋る方だよな、俺らかな。お聞かせいただきましょうって、なんか、視聴者さんにそれをしてもらうってなっちゃった、俺。最初の挨拶って聞き流すもんやから、あんま何も思わんかった。ちゃんと聞いてる人からしたらさ、もうすでにブルーホース日本語がクソおかしいっていう状態になってるわね。まあね、さっきまでね、これ連続撮りで6の位置からやってるんですけど、このチャプター短いしね、おそらくね。そうなんだよね。プルンプルンしてるけど。ここまでさ、もうポリコレがうるさくなかったらね、この衣装のままでアールイファーブって来てくれたらいいんだけど。さっきまで投資の話をしましたね。弟の人生設計とか。ね。エクセラにそこまでエルさん求めてねえから。まあね。どっちかっていうと、シェバだよね。まあ、どっちかっていうとね。スタイル、いろんな、なんか、バイオキャラがいる中で、スタイルっていう意味では、マジでね、シェバがなんか、一級品じゃねえかって思うんだね。なんか、あれです。誰？ショーヨセ。急にごまかすな。そう。ショーヨ姿を見せろなどで、残念だがそれも叶わんとかさ、繋がってて会話できてるのかと思ったんだよね、初見の時。それって会話できてるじゃなかったの？ここって。できてないの？会話。いや、わかんない。だって、クリスの声聞こえてああ、なるほどね。いや、俺ずっと普通に会話してるもんやと思ったわ。ええでそう。ええでそう。ええでそう。マイクに入らない程度のこと。ああ、大丈夫、大丈夫。ああ、今あれだわ。会社の方のさ、チームスのチャットが、動いた。動いてる。そう、今、ただいま収録夜中の12時なんだけど、何か、多分終電で皆さん帰られてるかと思うんだけど、会社でレクリエーション部っていうのがあってですね、人生ゲームやってるんで、今日。まあ、部活感だな。それならいいんちゃうかな。そう。月でやってるから。エクセラの一物が。やっぱうちの新しい会社って部活あんのかな。まあ、大手とかだったらあるんじゃない？今までに一番大手なんだよね。あ、そうなんや。社員数だけで言えば。社員数だけ。OK、やべ。どうだろう。あざっす。最後 B 連打かな、これ。途中でね、これプロコン急にね、なんか電源切れたりとかするからさ、よかった。これプロフェッショナルとかでやったときさ、ここで何回死ぬのっな。て言ったよね。ここな、なんか地味にな。ここ地味にむずいんだよね。判定が厳しい時あるからな。うん。これどうしよう。壁潰す？壁っていうかなんか触手。いや、もう普通に道なりに進んでいくでいいんじゃないですか？弾もったいねえべ。なんで死にかけてる？なんであなた死にかけてるの？あれ？前回し。なんかやられたっけ？なんで死にかけてたの？ 体力あったと思ったんだけどな。つい数分前のことなのになんで覚えてねえんだよ。いや、アップロードの時間によってはもしかしたら一日ラグがあるかもしれないけど、まあもしかしたらなんかそれで忘れている可能性はねねえよ、ねえよ。収録自体が数分前だからね。しかもさっきのパートの直前に頑張って連続撮りしますって言っちゃってるからね、これね。いや、もしかしたら変わってるかもしれない。日をまたいてるかもしれないと。あれどこ行った？こいつは必要だし。残念かんだね。感知式爆弾効くよね、こいつね。でもこれ持って帰って、次のチャープターで使った方がいいのかな？そんなにニョロニョロしてたっけ？あれ？生きてる？ドロバックン。え？生きてるか。生きてたわ。急に全然トークに混ざってきてくれないから、お兄ちゃん寂しくてさ。起き上がったぞ。起き上がった。ああ、おう、何、何、復起きて活ねえすわ、る。これ。起きてるんじゃなくて、うにょうにょか。
うにょってる。これ行ったら起き上がる。起き上がってきた。俺たち私たち起き上がってる。トゥルトゥルトゥ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 あ、なんかある？うわ、こいつ足に装甲つけてんのややこしい。こいつないんか。ってことは後ろのさ、骨骨ピピピ骨ピピピ危ね。OK。よし。OK。なんでからこもりっちなんだよ。わあもうやだわ。OK。ああ OK 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 OK。でこいつを倒さないとカードキーが手に入らなっちだね。OK。バンダースナッチ。バンダースナッチあれ一応タイラン、あ、フランが落ちてるよ。いらんいらんいらん、クワハン別にいらんいらん。食べてもいいけどさ。え、フラン拾いたいんやけど。拾いたいの？スペなんでこのとこにスペーサーの手記があんの？あい拾いに行って誰に使う気？よし。食べようかなって。もうさ、たたりさ死にかけてるのに。どうしよう、これハーブ、グリーンハーブ同士で合成させといた方がいいかなって。これ、あーそうやな、あ、じゃあこれ読むか。イーサンウィンター、イーサンウィンターズ、結局イーサンが何者なのかっていうことがあんまりわかんないまま終わったよね。本当にただの一般人で終わったのかっていう話だよね、あれもね。あれはファミパンの被害者や。まあね、あそこで死んでたっていうのもね。だからなんか初めてさ、そのなんだろう、その謎解きがさ、あの作品をまたいで明かされるっていうのはなんか初めてだった気がしたんだよね。ああ設定を引き継ぐみたいなのはあるけどさ、謎解きがそのね作品またぐっていうのはなかったんじゃないかなと思って。そうか、そうなのか、そうなのか、そうか、そう。RE4 は一応エイダ編の最後でクラウザーをお持ち帰りされて、ウェスカーがお持ち帰りして、ウェスカー好きやな、男の子お持ち帰りすんの。そう、クラウザーも男の子ではないけど、まあだからそっち系ってことでしょ結局。でもこれの時代だから認めてあげなきゃいけないんだろうか LGB って。でも推しはレベッカー。せやんな。いや、じゃあれだよ、半年間で趣味が変わって、でさらに6年の時を経て変わったんだよ、現に。なんか、この武器じゃ一生倒せない気がする。あなたもするか。いや、でも、まあ、倒しとかなあかんな。倒せなかったんですか。いや、倒せるけど、さすがにこの武器解かないといつまでも使えへんわ、これですか。あー、そっかそっか。頼むわ。オッケー、一発。OK、消失。しかもこれさ、適度にダメージを与え続けとかないとさ、船ごと破壊されるの確かな。いや、なんかそのプラン聞いてね。そう、なんでだ、プラン聞かないとかあるとか強すぎだろ。プラン残念やったな。あんたまめっちゃ起きてる。あそこそこ来るんちゃうか。あった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 。じゃあそのためにこのアクション画面よろしく。LRPD じゃない、何やったっけ。 RPD はラクーンポリスや。 LTD ラクーンポリスめーん。設置はい、エッジいいシーンなのに。あ、手当て、え、なんで あそこ、これ持ってるからか。あ、そういうこと。よし。じゃあ私どうすんだ、回復させるんだバカ野郎。どう回復させてくれ、頼むぜ。なんだこの野郎、なんだこの野郎、タキシだこの野郎、アンビリバボーを
なんか無事終了のお知らせしたぜこの野郎。あの人の番組だと思ってるぞ。そう違ったんだよね、なんかね、そうじゃなかったんだって言って、うん、まずいこれ攻撃だ、この攻撃を止めないと終わりなんだよ。そこに行って金玉が4つ並んでるあれ大丈夫。ああバラバラになった。結構あれなんだな、もうあれか、あの即座に攻撃しなきゃいけないっていう知能がもうあれなんだろうね、多分ないんだろうね。あーこれなんかさ、なんか知らんけど巨人が動き遅いみたいな、そういうのと一緒やな。あー進撃の巨人はできてる。進撃の巨人は早いんだよな、今なんかね見てるの進撃の巨人を。あーそうなんだ、ね、今ファイナルシーズン見てるんだけどさ、知ってる結末。いや全然知らんけど、もうなんかもうネット見てる限りネタバレは避けられないから。ああそういうことね。もう正直知ってるしある程度。あそこまでしか見てない。だって序盤と後半でエレンが別になるっていう意味が違うっていう。そうか、まさかの第1話からフラグ回収してたっていうね。そうなんね、これは知らないけど、まあ、あでも結局なんか、いやまだ途中までしか見てないからわかんないけど、あの幼い少年がいろんな思想に振り回されるなんか、残念な子みたいな、なんかそんな印象がする今のところ。あラブ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 。そうなんかね、お母ちゃんを食われたと思ったらさ、なんか今度違う巨人とかが出てきて、でそいつが実はあのイボ兄弟でしたみたいな感じなんやけどさ。イボ兄弟。そうイボ兄弟。ペンの父親がもともとその違う国からそのエレン の住んでる町の方に、まあ、逃げてきたっていうのが正しいのかな。でそこでまた新しい、奥さんとイチャイチャして、その結果エレンが生まれてみたいな。そっち空っぽやな今。そう玉よく見た。そう玉は全然ない。アイテム拾おうとしたら偶然避けた。よし。でこれ今一発か。一発というか、あと一体か。いや、これ使うのもったいないな。よし。あ、避けろ。なんかもう、避けれて、あれなんか困ってなかった。伸びきった攻撃にダメージ食らったぞ。待って、ちょっと待って、まだもうちょいか。あー、色がどんどん合ってきて。よしこれ多分もう一発か当てなきゃいけないの、これね。きっとそうだよ、ですよ。あー、めんどくせえな。いけんなこいつ。おいスライムミョロミョロムニョロニョロ合わせてどこどこ。あれどこ行ったスライムにやられた。スライムにやられたか。今お前が目の前にしているのはなんとか姫の女王、雪の国の姫の女王。もう日本語になってないけど。マンダー見てください。こんな強かったっけこいつ。私あんま上打ってない。もうちっちゃいのばっか打ってるから。そういうことか。あれ今狙ってたのになんか急にチンチンが縮こまりやがった。あーちょっと待って待って一発お見舞いです。スライム。じゃあ足元やっとくんで、たまたまを相手にしてやってください。えい、ライフルがいっぱい出てくる。あれこの梅干し男部屋の中身は女だけどな一応。
おしまい、オッケー、俺の勝ち。オーバーキカタビロ、オッケー。あー、アップルスパークリングを飲み切ったぜ。エクセラ要素ほぼないって、あんだけ取り込んでたんだから30分の1か、その青い、さすが。え、あんだけ撃破したのに負けてる。まあ、しれっと私、クリアしてたんですよ。ということで、はい、地味会だったんですけれども、無事6のにクリアしたということで。投資の話、どこ行ってんって話じゃない。お前、投資の話続ける言うとったやないかいってツッコミが今、バンバン流れててるもんな。いやー、じゃあ、6の3でしよっか。はい。いや、お疲れ様でした。6の3、お楽しみ。バイバイ。